最初は、まあ、粗もみという、まあ、粘土の硬さですね、それを、まあ均一にする作業です。その後、まあ、菊もみといって中のこう空気ですね、そういったものを抜くための作業になりますので、一番、まあ、最初の工程ですけれども大切な工程ですね。私の父が、まあ、陶芸をやっていたっていうこともありまして、その休みの日にちょっとこう粘土を触らせてもらった時にですね、これは面白い素材だなというふうに思いまして、それから陶芸家を志すようになりました。全く何もないところから形が生まれていく。押すとへこむし、こう引っ張ればこう切れるしと、まあ、単純でありながら意外とそういう素材って他にないんじゃないのかなというふうに思っているので、そこが自分にフィットした部分かなというふうに思っております。自分のこう思った通りに形が動いてくれるという、その素材のこう粘土の可塑性というんですけれども、そこが楽しいところですね。成形したものを半日ぐらい置いてですね、少し乾かしてからですね、鋼材を削るという作業になります。成形だけですと下の方に粘土の厚さが残っております。そういったものを、削り落として、お茶碗の鋼材とかそういったものを作るというような作業になります。都会ではなかなか感じられないような、自然の匂いっていうんですかね、そういったものは感じるものもありまして、まあどこかちょっと懐かしいような気持ちにさせてくれるものがあります。この環境っていうのは大谷石の一つの何ですかね、大きな自然のエネルギーっていうんですかね、そういったものはとても感じるものがあります。手をやっぱり動かすということを一番大事かなというふうに思ってます。頭の中で考えていても、果たしてそれは考えているのかというふうに思うんですよね。手を動かすことイコール、それが、考えることも含めてのことだと思うので、特に土に触らなくてもちょっと紙に何かこう思いついたことを書いてみたりとか、そういったアクションは常に起こすようにしています。素焼きされたものをですね、今度は夕掛けといって、釉薬をかける作業になります。釉薬というものはですね、高温で、溶けるとガラス質になるものですね。この作業はですね、色をつける作業になりますし、食器として器として使えるような工程になります。なくてもいいんだろうけれども、やはりあった方が、使う人のこう気持ちっていうんですかね、そういったものが、あったかくなるような感じはします。食べ物に合わせて、器を考える人っていうのもたくさんいると思いますので、そういった方に対して、ちょっと提案できるような器っていうのも考えていますし、器の方には今まで興味がなかったけれどもっていう人に、こういった、手作りの土の素材を使った陶器というものを使ってみると、またいつもとは違った、家族団らんのひとときとして楽しいかなというふうに思っております。
まあ、少しずつ、まあ、大家の魅力を感じてもらえる人たちが、まあ、増えてきていますので、まあ、これからはやっぱり国内だけじゃなく海外の方も足を運んでもらえるような、まあ、新しく魅力のある街づくりに貢献していきたいなというふうには思っております。